頑張ってから。大丈夫だよ、これ大丈夫、大丈夫ね。いいよ。あんまり変わらないで入るかもしれないな、この中に。ね。よかったね。そうですね。うん。ちょっと下だな。50かい？いや、50? 100? 100? おお、下に行ってんです。うん、ちょっと上げるか。ちょっと、はい、いいよいいよ。上げてあげれるんだ。うん、これで1点分。あ、ほんとに。いいよ。これ前2つだった。どこ行った？ちっちゃいね。多分ここら辺だと今。ここ真ん中入んないね。真ん中入ってないですね。でもね、ここ入ってるからね。はい、合ってる。痛くなったら左右にくれる。うん。合ってるからね。はい。ね。あ、右左で入るの合ってるからね。はい、いいっすよね、これ。最後当たったんですけど、真ん中中心に。おー。これ100か ?100 なんですけど。100? はい。おー、オッケーオッケー。あれでいくんだったら、うん、オッケーオッケー。うん。上げてよかったね。そうですね。自動全部充填だから。ええー。ボルト充填。
すごいねこれ。右入ってるもん。まあいいとこだけどね。うん。いじんじゃない？いじんない方がいい。うん。これで右行ったらもっと行くんだから。わかりました。合ってる？合ってますか？ライフじゃないから濃いかないよ。ああ。こん中にパン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 って入ったらもう。だって、わかりました。100だったら大きい赤い。いや、随分下。なるべくこう分け締めたいけどね、時間ないからな、これちょっとグッと下に入れるしかないな。あ、違う。どうしても真ん中。射撃場から帰ってきて次の日ですね。まずですね、まあすごい衝撃ですよね。マグナム、フェデラの3インチマグナム。まあ痛いですね。こう痛いです今も。ただまああざにはなってないですね。まあ、分かってはいたんですが、やっぱり10発ぐらい、何も当てないでやって、で前の猟友会行った先輩が言ってたんですが、まあ当てない方がいいって方がいいっては言ってたんです。なんかまあその狩猟の時は当てないからって言ってたんですが、スコープ調整の時は、ね、当てた方がいいと思いますね。ここ痛いから、やっぱ痛いんですよ本当に。10発ぐらいになって、10発撃ったぐらいになってくると、もうだんだんもう苦痛になってきまして、もう痛くて痛くて、あとですねやっぱり、射台に座って撃つとスリングを巻きつかないので不安なんですよね。まあ不安なんですよ。だから結構ね、まあ押さえつけてるっていうか、ここにも押さえつけて、しっかり持って、まあぶっ飛ばないように持ってたんですが、それでもね結構筋肉痛になったの。だから今なんか全身筋肉痛で、で口も今筋肉痛。口はですね、私まあ長距離の間スルメと、まあ、チミケが好きなんで、ホタテのねなんか貝柱、紐ですね、紐の
七味みたいなセブンイレブンにあって、それをまあずっと食べたりして、あとナッツ、塩のナッツですね、くるみとか、それも食べて、で眠くなったらガム食べて、常に口動かしてたから行きも帰りも、だからすごい口が筋肉痛になりました、ね、まあそれは関係ないんですけどで、そうですね、一応まあスコープは 100-0 で合わしまして、で一応行く前にですね、ちょっと字汚いんですが適当に私字汚いんですよね、まあ、こうわあの分かんなかったので、この何センチかって、このね的も、ここが何センチあるのかっていうのを調べまして、で150だとだいたい16センチぐらいドロップするんですけど、うん、そう、こんな感じ、これですね、フェデラルの一応、標高300メートルで気温は0度で100-0ってこうこんな感じでね設定して、でドロップが、まあ、ここにドロップ書いてますよね、これが100-0です、で100何メートル125で、6.4 センチで150でマイナス16センチドロップとね、先輩が、まあ、言ってたのが、なんか流れるそのなんか右か左かに、まあ、その銃によるのか分かんないですが、まあ、ライフリングとかもあるかもしれないですが、なんかこうなんか流れるみたいですねって言ってたんですよね。その方はサベージの12番を撃ってたらしくて、やっぱ自分の銃もなんか105遠く150になるとどっちかなんか流れてたみたいで、私の銃はですね多分なんか右に流れるんじゃないかなと思ってたんですよね。でここが多分最初真ん中で合わせて撃ったらここに着弾したので、確かで一応スコープでは、5のここら辺に出てくるあの真ん中の少しずらして軸をで打ってこんな感じになったので、まあ分かんないですよまあただそんな感じがするんですよね、私の。もうちょっと打たなきゃ分かんないかなとは思うんですが、そんな全部こっち側に少しずらして打ってこんな感じなんで、 100m ではもういいと思いますね。あとは膝打ちですね、膝打ちの150これでやってきたとか、まあ、すごい自信になりました。で100最後の方がこれ当たってちょっと嬉しかったですね、真ん中の。ただ私ね一度もど真ん中当たったことがないので、いや当てたかったんですけどね。これもまあこんな感じでどれか膝打ちで打ってるんですが、まあ、ちょっと動画見ないとわからないかな。まず立射で、普通の立射で打ったのがここの端っこかここどっちかだと思うんですが、で立射の次にあの柱にこう体をあてがって打ったのがこれどっちかだ、まあどっちもね鹿に外れてます。まあこっちだったらまあうまくいけば足に当たってるかもしれないですけど、まあ外れてますね。先輩の言ってたことを思い出してまして、あのできればなんか呼吸のこのこう横はなんかダメみたいなんですが、上と下でこういう呼吸してってこう微妙に動くんですよ、動きますよね、リティクル。まあど真ん中でずっとね止まるっていうのはまず無理なんですよ、絶対動いてます。でピタッと止まった時にその止まるタイミングが分かってないと打てないので、だから難しくて、その呼吸でこう上下動いてるのをちょうどそのタイミングよく真ん中来た時打つっていう風に思い出しまして、それで最後ですね、まあその前にですねちょっとね見学者が後ろにいてちょっと緊張してたんですよね、これここの2発ですね、後ろにねちょっと私の射撃見てる方がいまして、それちょっと緊張して、それもあってちょっとねまああとですね、構えてから銃を構えてからまあスコープ覗いてですよ、
に時間かけすぎまして、まあ、かけすぎるとプルプルきちゃうので、もうだから、スコープ覗いてから構えてからある一定の時間で打たないともう無理ですね、当たらないです。あのプルプルしちゃうし、重くなってきつくなってくるんですよ、だんだん。だから何回か、まあでも一応ね、ああいやダメだと思ってもう一回下ろして、まあの集中してやって、まあまあ見学者がいて、見学者のせいにしちゃダメなんですが、ちょっと緊張しちゃうんですけど、で最後の一発、まあ、左打ちで集中して、まあそのこのタイミングでね合わせて打ったんですが、まあちょっと分からなかったんですよ。打った時はもう外れたと思いましたね。で動画見たらこっちかこっち当たってますね。あの当たってますよね。だからすごいね、嬉しかったです。だからこれがさ、もうこの今年のリオの、自信につながると思います。つながりました。だからすごい嬉しい結果ですね、最後は。まあここら辺はね、もしかしたら内臓にいってるかな。まあでも背骨ラインかもしれないかな。セロースはダメかも。こんな感じで。で、まあ、衝撃がね、まあ、やっぱあったですね。でも、まあ、スコープはね、これで、ちょうど、うん、満足。まあ、こんだけ集団集まれば私は、いいと思ってます。あ、で、150の、あの、立射とかあの膝打ちは全部あのスコープは4倍にして打ちました。あの山でも4倍にしてるので4倍で打ちました。それでもね、ブレあの止まらないですねで150のね感じがどんな感じかなと思ったら、1回目の時よりはね、1回目の時よりは近く感じましたね。ただね、鹿の方がね、こう体がでかいから、この的神よりもなんかね、ちょっと安心して打てるっていうか、そういう印象はあるんですが、ただね、それは内臓とかボディはダメですからね。あの胃とか腸は開けないように打たないと肉がダメになっちゃうんで、まあ、150の膝打ちが当たってるってっていうのが、まあ、自信につながりました。はい、19発。今年はね、去年は5と、まあ、選んでなければ6、7、7とぐらいはいけたのかなっていう印象ですけど、まあ、今年はもうちょっとね、多めに、もうちょっと多く取りたいなと思っています。いいですよ、山歩くっていうのは。早くね、私ステーキが食べたいんですよ、鹿のセロースので、ね、鹿のステーキそれが楽しみで、ピンク肉もね、私ステーキで食べますね。美味しかったから、まあ自信が すごくついた射撃となって、とても良かったです。またよろしくお願いします。